はい、おはようございます。おはようございます。はい、ともちゃんとポニタンです。はい、本日は4月の26日エミューの卵の発生日なんですよ。一応発生予定日ということで。そうなんですよ。はい、僕らあのエミューの絢爛に手こずってたじゃないですか。絢爛、中身がいるのかどうか。はいはい、前出したエミューの動画にある方がこんな動画あるけど見たことありますかっていう参考のね、なんか動画をくれたんですよ、ね。はいはい、それ見たらちょっと画期的な方法をどっかのおじさんがねやってたんで、そちらの方を見よう見まねで今日やってみたいなと思って、ということでやっていこう。いいですね、やってみましょう。今日用があるのはこっち。まあ、今のところ何も変化がございません。まあ、エミューのね、その孵化日数というかね、はいはい、はほら50何日でしょ、56とか48から52とか55とかってあまりはっきり書いてなくて、うん、ダチョウが6週間でしょ。そうです、ダチョウがほぼほぼみんな42日で帰るのに、に対してもうちょっとさらに 2週間今日必要だということがなんか本に載ってたんですけど、まあ、本当のところはもう何もわかんないので、うん、本日はちょっとやってみたい、挑戦したいことをやります。はい、こちらに用意されているのは水を張ったボールがございます。はい、ここにエミューの卵を浮かべるだけ。はい、浮かべて、でなんか中に何かいると勝手に動くらしいですね。あれ、これ浮いてますそこについちゃったあら、じゃあやっぱりもっと大きくないとダメだね。やっぱりこのバケツにします。はい、どれもやっぱり温めてたから当たり前なんですけど、温かいんだから。うん、はい、ということで改めまして、はい、バケツです。はい、エミューの卵です。入れます。はい、お、ついちゃうね。中にいるとガタガタっていう明らかに違う動きをするみたいなので、何かな。まあ、その僕らが参考にした動画はちょっと概要欄にもね、出てくるんですけど、いいのかなって。いいよ。もうちょっと水多い方がいいんじゃないですか。なんかさっきそこについちゃった。そう。あ、すはーい。おお、たっぷり。はい。では、ちょっと、落ち着くまで待ちますか。水面が。あれ。止まんないね。まあ、行ってみよう。はい。残りチャンスは5回。はい。そうね。ん?4回。あ、4回。4回。いきます。はい。果たして浮かぶのかどうか。浮いた。流されていく。まあ、流されたままでもわかるよね、多分。好転してる。うん。惑星エミュー。なんかこのチリというかヒナの羽の汚れも相まって。はい。宇宙みたい。動かないかな。動かないよね。動かないように見えるね。難しいぞ。出しますか。はい。2個目はダメ。はい。はい。はい。どんぶらこしすぎじゃない？もしエミューをまた入れるとしたらさ、一、うんうん、回こうやって、気質がわかるよ。ああ、確かに気質がきっと上になってるんですよね。うんうん。そっかそっか。動かないね。動かないかな。はい。動いてない感じかな。神秘的な。残念ながら何個目だこれ、3つ目か。3つ目、残り2つ。さて、うん、触った感じで分かんないもんか。なんかどれもあったかくて、あの可能性がありそうになっちゃうんだよね。お、うまい切り方が。動け。静かですね。動かないですね。ここにコトコトって揺れないね。うん。ただただ流れに
身を任せ。はい。最後にドラマチックな。そうだね。最後にドラマチックな動きがあるかもしれない。かな。かな。これは動かなかったかな。これまたあれだな。開けてみてのお楽しみかな。そうですね。よし。はい。ということでエミューの卵を水に浮かべてみる実験をしましたが、はい、結果としては5個中5個。多分動いてなかったということで、はい、そうですね、もうちょっと時間を置いてからそうね、確認してみますかね。はい、ということでエミューの卵を浮かべてみたでした。はい、バイバイ。バイバイ。